ふっ。何やってんの相手。え、ちょっと、馴れ合い部屋入っちゃった。戦いが起こらん。馴れ合い部屋に入ってしまった。あら。あららららら。ちょっと塗っとこう。なんだこの部屋。平和だな。え、てか相手全員が諦めることって初手で、あるのこれ。あ、全員いるわ、相手。こんなことってあるのか。まあ、これはね、これは平和でいいでしょう。こんなことあるんか。おお集団変内かな、集団変内か。勝たしてくれんの？ありがとう。ちょっと、追いかけます。あはははは仲良しかよ。すげえ。超平和じゃん。ね、今ね、8月の20日くらい。8月20日くらいなんですけど、20日。もう夏休みが終わるんですよ。夏休みが終わるから、最後の、スプラトゥーンなんじゃないかな。子供たちからすると。しかも有料化が来るじゃないですか。もしかしたらやめちゃう引退前のイカなのかもしれない。お前たち有料化。どうするんだ。続けてくれよ。このままスプラトゥーン。うわぁ。もう、真っ黄色。ああ。真っ黄色。もう勝ち星もらえちゃったな。ふっ。おー、裏切りが発生してる。あははは。裏切りが発生してる。容赦ない。でもこれが普通。これが普通なんだよ、スプラトゥーン。あー。頑張れ、頑張れ。やれ！やれ、ボルト、頑張れ！ボルドマーカー対相手4人みたいになってるけど。ナイス。ありがとうございました。クソ平和だったな。6.1 ってもうチーターでもいたんかってぐらいの差なんだけど。あ容赦ないの一人いる。